こんにちは、トリッポ学生スタッフのりなぴよです。今回は香川県の有名なグルメの一つ、うどんの美味しいお店をインタビューしていきたいと思います。この辺でおすすめのうどん屋さんってどこですか？綿屋がおすすめです。肉ぶっかけが量が多くておすすめです。綿屋、僕は肉ぶっかけがめちゃめちゃ好きで、なんか量も多くて味も美味しくて、一服、あそこ美味しかったです。なんか薬味をいっぱい入れれたのハッピーでした。うどん一服さんが栄田が有名って聞いてます。バカイチです。釜バター、釜揚げうどんにバターを入れて食べることが有名なんですけど、はい、バターとか黒胡椒みたいなのがカルボナーラのうどん版みたいな、うどんバター一台、天ぷらもいろいろ種類がすごく美味しいです。筑西っていうところによく行きます。数量限定でゲソ天の天ぷらがあるんですけど、はい、もう開店すぐとかに行かないともう食べることもなくて、めっちゃ美味しいで食べてほしいです。のりやんっていううどん屋さん、のりやん、すき焼きが大きい、大きい、だしが効いてて美味しいです。たもや本田道場っていうところ、値段も安いし500円あったらお腹いっぱい食べれるのでぜひ行ってみてください。カレーうどんで、鶏ちくわと鶏天を注文しました。それではいただきたいと思います。コシのある麺とカレーが絡み合って美味しいです。相性抜群です。今日は高松市の美味しいうどん屋さんを調査しました。最後までご覧いただきありがとうございました。うどんが食べたくなった人は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。